はい、皆さんどうもこんばんは。沖縄おばばでございます。見てください、パネッシャねえ、かわいいですね、このぬこは。ねえね。かわいいですね。はい、皆さんどうもこんばんは。沖縄おばばでございます。はい、これが今日の最後の配信になります。はい、えー、おしっぽが立ってますね。かわいいですね、パナタねえ。はい。えー、どうも皆さん、こんにちは。 こんばんは。えーとですね。えー、まあ、これもう解消はされてると思うんですけど、山都市ですね。山都市。はい。東京でしょうね。はい。山都市で1000件以上で停電が起きているというね、えー、ニュースがございます。えー、設備トラブルだということなんですけど、あ、影響出てますね。はい。設備トラブル。はい。えー、わかりますよね。 えー、今、あの、電線とかね、ケーブル類が不足してるんですよ。はい。何の影響でかはもう知ってますよ。皆さんね、中の東の影響で、えー、そういったね、えー、ケーブル類が不足しているんですね。導線が高くなっちゃってるんですよ。なんでね、えー、ちょっとしたね、 不具、不具合というか、まあ,あ、老朽化ちょっとしてるんだけど、まあ、使えるから使っちゃおうということで、取り替えないっていうことが結構あるんじゃないかなって私個人的に思っております。えー、高くなってますよ。はい、銅線とかがね。わかりますよね、ケーブル類が高くなってるって。まあ、100均言ってもね、これわかると思います。はい、えー、なんて言ってもね、あのー、以前ですね。 以前、はい、2メートルの延長コード、はい、以前2メートルの延長コードが、実はあ200円、だから300円ぐらいで買えたんですよ。今500円になってます。はい。今2メートルの延長構造が100均に行くと500円になっております。ちょっと前まで300円でした。 すっごい値上がりしてますよね、これね。とんでもなく値上がりしてるっていうことを皆さんご理解いただけると思います。え、ちょっと前に、本当に数ヶ月ですよ。前に行った時は、あ2メートルで、ね、メ、二メートルの延長コード300円でした。あらららら、大丈夫ですかで、今は500円になっております。500円ですよ。はい。 そういうわけなんで、多分ね、ちょっと老朽化してるぐらいでは、えー、まあ、まだ使えるから、まあいいかっていうことで取り替えないっていうことを多分出てきているんじゃないかと思いますよ。コストがかかりますから、ケーブル類がすっごい値上がりしてます。 なんでね、えー、ケーブルをね、こう、あのー、電車のケーブルをね、盗んで、売るために盗、すあのー、ね、電車のケーブルですよ。ケーブルを盗みました、みたいなね、人が出てくるんですよね。すごいですよね、これね。はい。影響は確実に、こういうところにね、じわじわと出てきているということでございます。 はい、えー、停電でございますね、宣言。もう、もう多分解消してるとは思うんですけど、えー、大変なことになってきますよ、これ。はい、えー、まあ、お分かりになる方は分かると思うんですけど、えー、中の東がね、えー、完全に、まあ、閉鎖される、される日が、まあ、近づいてるんですよ。で、完全にね、このあの、ムズムズさんが閉鎖されちゃうといろんなものが、まあ、はい、 って来なくなるんですね。っていうことはですよ。っていうことは、在庫のある分はまだ持ちますけど、こういったケーブルもね。はい。在庫があればまだ持ちますけど、在庫がなくなったとき、壊れても修理できないということになってきます。まあ、大変なことが起こると思ってます。これ。いろいろね。えー、お分かりになりますよね。 はい。えー、まあ、なのでね、変な話なんですけど、本当にポタデン必要ですよ。はい。まあ、笑い事じゃなく、ポタデン必要です。で、えー、もう一つの記事、あの、プレジデントさんの記事なんですね。これ、ヤフーさんがプレジデントから引用しております。えー、プレジデントなんで、これ大体ね、企業の社長さんから、あ社長さんとかが読む雑誌なんですよ。 えー、私結構好きでね、これデジタル版とかあ読んでるんですけど、まあその中でね、今が、なんと、円安、円安のバブルに入っているっていうことが書かれております。昔のバブルと違っているということです。つまり景気がいいんで、バブルじゃないんですよ。株ですね。はい。円安だから、 バブルになっていると。まあ、そういうことがね、えー、書かれていて、いろんな弊害が、あまあ、出てきますよということです。つまりね、アウト政府は、あちんまあね、えー、景気が良くなってるから賃上げすりゃいいさーって言ってるんですけど、えー、できないです。はい、えー。内部保留をしてきたね、大企業は多少はできると思います。内部保留があるので、それをね、 えー、排出すればいいだけの話なんですけど、まあ中小は無理でしょうね。はい。えー、何度も言ってるように、日本の7割から8割の企業が中小でございます。大企業はごくごく一部ということで、えー、まあ日本はこのままでいくとポシャルと。で、日本人はもう貧しくてね、えー、海外に、 旅行することもままならなく、ままならなくなっていると。えー、海外に行ったときにね、だいたいびっくりすると、値段に。まあ、円安ですからね。<laughs> まあ、そういうことです。でもね、私の若い頃は、あ100円、あの、1ドルが200円なんていうときもありましたよ。まあ、360円のときも知ってるんですけど、えー なんか今よりはちょっと変な話ですけど、なんだろう、ある意味豊かだったような気がしますね。はい。まあ、この辺もね、あれですけど。えー、なんなんでしょうね、これ。一体なんなんでしょうか。今のこの、いわゆる安物感が満載っていう、この日本のね、えー、 この体制なんだのかなって思います。まあ、安物感といえば、まあ、次の記事なんですけど、まあ、これもね、あまり関係ないかもしれませんけど、えー、まあ、中国ですね、お隣の中国。はい。えー、スタバが苦戦してますとい,という記事でございます。いわゆる、地元のね、えー、中華のーコーヒーショップがあ、スタバの半額ぐらいで、 えー、コーヒーを売っているので、まあなかなか苦戦しているという話なんですけどね。えー、まあそれでも元は利益は取れ,取れるみたいなこと書いてありましたけど。まあ今コーヒーの値段もね結構上がってるんで、まあ C の国はどうなんでしょうね。えー、あの国ブリックスですからね。<laughs> はい。えー、ブリックスの国から安く買い仕入れてるんでしょうか。はい。えー、ここら辺もよくわかんないんですけどね。 はい。まあ、そんなこんなで、えー、今日のね、配信はここら辺で終わりにしたいと思います。でもね、本当あのー、いろんなことを見、鑑みると、一つだけ言えることがあります。それはあ、確実にね、これから大変な時期に入っていくということです。いわゆる中の東ですね。あれで、えー、まあ,あ、物が届かなくなって、まあ、停電もね、こういうふうに増えるし、またね、えー、円安ですね。 これも多分進むと思います。はい。以上なんで、えー、本当に、まあ、まとめとして言うと、皆さん準備しましょう。はい。準備です。これが一番でございます。もう準備してるかどうかで明暗がわかりますんでね。よろしくお願いいたします。はい。今日も一日ね、本当にお付き合いいただきありがとうございました。それではね、皆さんまた、また明日です。 えー、心から感謝感謝いたします。そしてね、えー、明日もね、お元気なお顔で皆さんと会えるのを楽しみにしております。はい、パナタン、ごきげんでしゅね。おー、いい子いい子。ねいい子だね、パナタンね。おー、泣きましたね、久しぶりに。ねパパナタンの一声が聞こえましたよー。ねーはーい。